はい、どうもこんばんは、バニットです。では今回もデモ X マキナやっていきましょう。じゃあ今回はメインストーリーですね。じゃあイモータル建設施設破壊作戦やりましょう。まあちょっと時間かかってしまったんですいません。ではブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。スカイユニオンの支配領域から建築されている輸送経路上にイモータルが施設を建造しつつあります。この施設の破壊が本オーダーの目的となります。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。3日ぶりくらいだからな。ちょっと練習は試験場でやってきたんですけど。曖昧な情報だね。とても気に障る。いくつかはっきりさせておきたい。まずスカイユニオンの支配領域からの輸送経路というのはどういう意味だ。スカイユニオンの支配領域への輸送経路の間違いでは。スカイユニオンの支配領域からの輸送経路で間違いありません。つまりどこかへ向かうための輸送経路ということになるね。オーバルリンク中心部へ向けた輸送経路です。我々の最終目的であるオーバルリンク内の全領域の制圧のためのものです。当該領域は渓谷地帯となっており、その谷を塞ぐ壁が建造されつつあります。オービタルの推測では侵攻というよりは防衛に徹した施設のようです。防衛？その先にイモータルの拠点でもあるのか。不明です。オーバルリンクの中心部に関して一番新しい記録が欲しいな。ムーンフォール以降の記録はありません。過去、オービタルの調査隊がオーバルリンク中心部に達していますが、全滅しています。全滅ね。詳しい情報をどうもありがとう。いいえ、どういたしまして。オーバルリンクの中心部に乗り込めっていうならともかく、その壁を壊せばいいんでしょ。パンツァークラウンはこのオーダーを受けるわ。了解です。オーダーの受領を確認しました。バレットワークスもオーダーを受けるよ。あら、珍しいわね。臆病者のあなたが不安要素の残るオーダーを受けるなんて。慎重派と言ってくれないかな。イモータルの動向には興味がある。この目でその壁とやらを見てみたいんだ。好奇心で死ぬタイプかしら。そんな安っぽい感情じゃない。生き残るためさ。もっと言えばこの戦いを終わらせるためか。まるで純章の物言いね。影響されすぎじゃない。そんなつもりはなかったんだけどね。ただ観察対象に似てくるというのはよくある話だ。自分では気づかないものだな。気をつけなければ。観察対象？上官じゃなくて？私はね、あの純章という人物に大変興味があるんだ。あれほど面白い観察対象はそうはいない。趣味は人間観察かよ。たちが悪いぜ。人に限ったことじゃない。何事も正確な観察が重要だよ。世の中に数値化できない物事は存在しない。データが全てを物語るのさ。何にでも首を突っ込んでると死ぬわよ。誰にだって得意分野ってものがあるものね。それを考えると、分析屋のビショップがこのオーダーを受けたのはちょっと不思議なんだけど。知らないことは極力少ない方がいい。データがないなら自分で取りに行くだけの話さ。まあなんかよくわかんない話だったんだけど、じゃあストーリー進みましょう。今回からね、パソコンまたちょっといろいろ変えたので、動作が良くなるか悪くなるかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ問題なければいいけどね。じゃあまっすぐですね。この先になんかあるから、そっち行けばいいかな。これ壊したらなんかまた前みたいになるんじゃない？あのドローンに見つかった。この辺は？考えて見ていくと、あっという間に囲まれる。気づかれずに破壊するか、別の道を探す。あれ、この辺にもなんかいるぞ。
じゃあ、あとこっちかな。あ、上昇と下降をまた間違えてる。前回すいません、なんか音声失敗したみたいで録画できてなかったですね。なんかマウスがね、マウスじゃない、マイクが抜けてたんですよね。抜けてたっていうか、まあほとんど抜けかけてるんで、まあその辺は壊れてたわけじゃないので全然大丈夫だったんですけど。まあちょっと今回のパソコンで買い替えるっていうか、中身を入れ替える関係で掃除先にしてたんですけど、まあその関係でなんかうっかり抜けてたみたいで、あとこっちか、てか目の前にいたしね。あら、何これ、突っ込んできやがった。硬いなこいつ。よし、倒した。なんか爆発すると怖いから避けるけど、あ、大丈夫だね。あとこっちにもいるから。じゃあこっちの方も行ってこようかな。あ、この辺か。これ硬いやつかな。あ、これさっきのやつじゃない。いや、なんだこいつ、避けらんなかったぞ。上に行けばいいのかな。なんか前もそうだったけど、あの大型の敵もそうでしたけど、上昇しないと避けられないとか、そういう感じ。あ、そうですね。各機のデータリンク開始、小隊の通信回線を開きます。気をつけろ、こっちは敵から丸い。壁に取り付きさえすれば砲台は使えないわ。まさか自分自身を撃ちはしないでしょ。で、こいつらを壊せばいいんだよね。簡単に行かなさって。どういうこと。後輩から適正反応を確認、待ち伏せされていたようです。後ろから。え、あ、さっきのでかいやついっぱいいるのかな。聞いたかい。つまり私たちは壁と挟み撃ちというのは、なんか食らってるからこいつ壊せばいいんだよね。安心してる場合じゃないでしょ。こざかしい真似をしてくれるじゃないの。よっぽど。ああ、なかなかできないな。おい、冷静になれ。闇雲に突っ込んだんじゃ壁に押し付けられて。で、この辺にもなんかいるから。いや、もう遅いね。壁に突っ込むわ。後ろの敵は任せた。まずいな、もう結構減ってるよ。空気、クイーンをフォローしながら壁に取り付くと、挟み撃ちには十分気をつけるんだ。かかってきな。回復アイテムを取っておこう。視界に入ったやつは全部ぶっ殺す。回復アイテム取って、こっからちょっと狙撃だな。で、回復したからちょっとまた戻って。これって何、当たってるの。あ、壁も壊せばいいのかな。で、か、あ、そっか、これ近接攻撃もあるから。あ、これなんか無駄だな。よし。あ、やっぱさっきから狙ってるの壁だよね。よし、初めて近接攻撃動画で使ったような気がするけど、まあいっか。あー、そっか、切り替えてなかった。切り替えるのめんどくさいな。敵が多すぎて、なんか順番に倒していくのも大変だな。ちょっとリロードが時間かかって大変だ。敵はまだいる。あー、もういっぱいいすぎてわかんねえ。どこだ敵。なんかこの辺にいるらしいんだけど、壁のこと言ってんのかなって言って。壁って意味あるの。あ、ダメかな。修羅場の数が違うのよ。上にいる。え、何これ。あ、こいつか。よし、
じゃあ、あとは、どこだ？こっちか。すいません、なんか、敵がいっぱいすぎて、わかんないんだよ。よし。行ってくれ。で、あとは、こっちだな。どこだ？敵どこいる？あとはどこ行った？とりあえずなんかこの辺に倒した敵がいるから、そいつもらってこうかな。あれ？この辺じゃないの？まあいいや。なんかわかんないんで、すいません。くぐった修羅場の数が違うのよ。ああ、またいっぱい来てる。まだいるの？あれ？いなくなった。てか弾薬もうないかな。弾薬拾ってきます。で、あとはこの絵か。アサルトライフルの弾がすごい減ってるんだよな。くぐった修羅場の数が違うのよ。間違えた。当然の結果よね。てか減ってるな体力。あれ取れない。あ、これちょっと回復したらまたやってきます。で、あとは何、どうするのこれは。敵の増援を確認。到達まで7分です。こっちじゃないよね。どんだけ硬いのよこのクソ壁は。壁を壊せばいいのか。押し負けるわ。もう機関シーケンスを展開してくれ。待ちなさい。あ、失敗したのか。私はごめんだわ。あんたみたいなふにゃちんとは違うんだ。あ、私がそっか、これ敵じゃなくて壁を壊せばいいのか。なんか何していいのか全く分かんなかったんで。はあ、よかった、壊せた。何をバカなこと言ってるのさ。あ、そういうことで。なんかすみません、なんか全く何していいのか分かんなかったのですごい時間かかってしまったんですけど。目標施設の破壊に成功。オーダーの達成を確認しました。よかった。これなんか前回のゲームオーバーの時と同じような演出だったから失敗したのかなと思ったんだけど、まあ間に合いましたね。オーダーはすでに終了している。な、何これ、一体何がどうして。壁を破壊するのに最も効果的なポイントに爆薬を仕掛けた。もっぱら私はこっちの方が専門でね。いいえ、僕が刀で破壊しました。ちょろちょろ動き回ってたのはそのためだったのか。私とルーキーは手のいいおとりに使われたってわけね。結果的にそうなってしまったな。構造の解析に少しばかり手間取ってね、すまなかった。謝罪なんか必要ないわ。あなたのおかげで生き延びられたようなものだし。そう言ってもらえると助かるよ。ついでにもう一つ話があるんだが、いいだろうか。何？フニャチン呼ばわりしたこと？それなら撤回するわ。そうじゃない、新人君の戦闘データを記録させてもらった。戦闘データ？何のためにそんなことを。準将の命令だ。彼のことを知りたがっている。理由は知らない。何よそれ、ずいぶん勝手な話だわね。え、私に言われても困る。クレームなら順調に入れてくれ。敵増援の到達まであと3分です。おっと、長いは無用だが、詳しい話は必要があればその時に話そう。全てはデータ次第だよ。おう、正体全機帰還する。了解しました。展開したシーケンスに従って帰還してください。じゃあ撃墜した敵取れそうなところがあれば取って、それが終わったら帰ります。なんかさっき見当たらなかったから。あ、こいつか。あ、時間間に合うかな。まあ、取れそうなところだけ持っていきます。オロチっていうのにして、あとこっちだね。こいつか。じゃあこれはなんだ、こっちにしよう、武器にしよう。あとはもうないよね。何もありませんでした。じゃあ帰ります。
いや、なんとかできましたね。何のオーダーか全く分かんなかったからすいません、時間かかってしまったんですけど、まあ余計なところはちょっとカットしようかと思います。で、武器をもらってきました。アサルトライフルがね、なんか最初から使ってるんだったからそろそろ変えたかったんですけど、今回の武器なんだろうね、ちょっと見てみます。で、ウェポンだよね。ライトウェポンのところで、バレットとスペシャルで、この二つですね。アサルトライフルだね。で、前回のものと比べると、あ、だいぶ威力落ちるのか。で、有効射程とかもなんか短いような気がするし、あんまり意味ないかな。近接戦闘に優れてるって書いてあるから。で、これはなんだろう。アシットガン。相手をアシッド状態にする兵器。なんだろう、酸が発射するって書いてあるけど。なんか使い道ちょっと微妙だな。バズーカとかの方が威力高いし、アサルトライフルの方が撃ちやすいし。なんかちょっと失敗したかな。他は今日取ってこなかったので、これで終わりですね。ちょっと時間長くなってしまってすいません。というわけで今回はこれで終了となります。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。